皆さんこんにちは。今回も FF7 やっていきますよ。前回は車椅子がライフストリームに飲み込まれて車椅子に知識が流れ込んだところまでですね。というのは冗談ですが、今回はライフストリームに飲み込まれたクラウドとティファのお話になります。というわけでニブルヘイムの回想からですね。この時実際は何があったんでしょうか。そらそうよ。ここですでに違ってたら、クラウドは完全に偽物になっちゃいますからね。陽キャソルジャーさんか。ゼフィロスって、テレビに出てる有名人的なポジションなんでしょうかね。この時点で、そんな印象を持たれてるのかよ。セフィロスさんさ、もう少しファンサービスを身につけたまえ。セフィロスが来ただけで嫌な予感はせんだろ、さすがに。そんなにやべえやつなら、とっくにどっかの街でやらかしてるだろ。そもそもやんけ。いくらなんでも、そもそも来てないなんてことはないだろ。それなら、クラウドにここに来た記憶なんてできるわけがないでしょ。草場の陰から、ティファを監視してたんでしょうかね。例の、黒髪のツンツン頭のやつか。ここまでは、セフィロスが言ってたのと同じですね。新しい情報は、クラウドがガチで、ここに来ていなかったということくらいです。もったいぶりますね。ティファがささっと教えてくれれば、それでいいのでは？あれか、自分で思い出さないと、ちゃんとした記憶が戻らないで、クラウド完全版になれないということでしょうね。そらクラウドからしたら、焦るやろ。合ってるものは合ってる、合ってないものは合ってない、そう言ってもらわんと困るで。めちゃくちゃ綺麗な星空ですね。この星空とか、スイッチ版とかの最新ハードになった時に、多少綺麗にしてるんじゃないかというくらい、グラフィックがいいですね。そうなのか。ティファは言い直してましたが、実際はどっちなんや。クラウドが妄想で生み出した星空だけど綺麗だからまあええわということなのか、本当に思い出したのか、よくわからん描写ですね。とりあえずティファは、星空のことなんか全く覚えてなかったというのは確かなようです。本当か？信じようとしているだけじゃないか？この場所で戻った知識は何だったんだよ。ここで喋ったことがあるというのは真実だというのと、実は星空が綺麗でしたということくらいじゃないか？思い出って、星空の場所で喋ったことは、思い出じゃないんか？もっと昔の、小さい頃のものということなんでしょうか？なるほど。そういうパターンもあるのか。都会に出て社畜になりたかったんじゃね？おらこんな村嫌だ的なノリがあったのでは？急に告白しだしたな。
そんなこと言われたら、ティファがキュンキュンしちゃうやろ。ティファは覚えてない模様。これは共通の思い出じゃない、クラウドの妄想の思い出ですわ。もしこれが本当にあった思い出だとしたら、ティファの記憶も怪しくなってくるやんけ。ティファも実は、セフィロスコピーだった可能性が出てきちゃうぞ。左上でちょろちょろしてるクソデカクラウドくん、端っこにでも寄っていなさい。ティファに重なるのはいかんでしょ。お、捏造か？完全に、ティファの記憶にないぞこれ。クラウドさんさ、ゴリ押しで記憶をねじ込もうとしてんじゃないだろうな。もはやクラウドとティファ、赤の他人やんけこれ。すでに家の中にいる子供らの方が、ティファとの思い出が多いレベルだろ。ティファの記憶も、大概信憑性がなくなってきたな。まあ実際、子供の頃の記憶なんてこんなもんなんでしょうけどね。私も小さい頃の記憶なんて、ほとんどないですしね。なんだこいつ。クラウド、幼少期の段階で、だいぶこじらせてるやんけ。この階層はイメージが相当悪くなるやつだぞ。せやな、わかってるのならまあええわ。あ、察し。この年齢で中二病を発症してるのはいかんでしょ。自分は闇魔法を使えるとか思ってそう。私にもそういう時期がありました。クラウド選手、陰キャの鏡のような動きを決めてますね。私と同じか、それ以上の陰キャムーブですわこれは。ソラティファの記憶は給水塔のところからですわ。ろくに関わりもしてなかったんなら、記憶をたどれという方が無理があるわ。こんな記憶、ティファが思い出せるわけがないわな。何もない日やろ。あらま、ソラクラウドが来たかどうかなんか思い出せるわけがないわな。そうはならんやろ。自殺願望でもあるんかこいつは。この時代はお父さんも生きてたんだから、せめてお父さんに連れて行ってもらえや。取り巻きの子供たちの反応は、非常に正常なものだと思いますね。明らかにティファが、おかしくなってます。即落ち2コマやんけ。これは吊り橋から落ちてますわ。よく無事だったな。ティファ、地味に何回も、九死に一生を得てますよね。ティファさん、もしかして、不死身なのでは？それこそマジで、
ジェノバ細胞を埋め込まれてるくらい、からてめえがティファから目を離してるからこうなったんだろうが。なんやこのおっさんは。モンペかお前は。人になすりつけんなや。ティファパパの印象が、私の中で血の底に落ちたぞ。マジで、ボロクソに言って帰って行ったなあのおっさん。セフィロスに成敗されたのは、残念ながら当然の結果と言える。だからクラウドさんさ、お前は悪くないっての。子供から思いっきり目を離してクラウドに暴言を吐いた、ティファパパが全て悪いわ。それは知らんわ。それはクラウドが悪い。中二病を患ってるのは自己責任やぞ。ティファがクラウドのことを覚えていないくらい、印象がない時のことで、クラウドは悩んでいたわけですね。そら難しいやろ。ティファは基本的に悪くないわ。ティファの周りの人たちがおかしすぎるわ。本当か？まあ、疑ったら話が進まないのでスルーしますが、ティファはその思い出は欠片も覚えてないんだから、騙そうと思えば騙されちゃうラインだぞ。もう少し印象深いことで共有した方がいいと思うぞ。というわけで、5年前のマコウロ、つまりティファが刀で切られたり、セフィロスがいろいろやった時のことですね。そこを知りたいんや。本当に、ここからよく生き延びましたよね。ここに来たのは、黒髪のソルジャーというのは間違いないようです。クラウド要素はどこだよ。この黒髪の男は、ザックスというらしい。ザックスって、どっかで聞いたことがある名前ですね。動画に残っているか定かじゃないですが、どっかの村で一瞬だけ名前が出ていたキャラクターですね。それな、お星様になって見守ってたんでしょうか。吹っ飛びすぎやろ。ザックスさん、弱すぎる。いや、セフィロスが強すぎるのか。一般平安家、どういうこっちゃ。そうだったのか。クラウド選手は一般兵として、ニブルヘイムに来ていたんですね。これは普通にびっくりしました。クラウドは、一般兵としてこのニブルヘイムに来ていたというわけですね。橋で落ちて一人一般兵が死にましたが、そっちじゃない方がクラウドだったようです。マコウロで入り口をガードしたりしていたのが、クラウド本人であり、そこで会っているからこそ。クラウドとティファが最後に会った年数の認識が異なっているというわけですね。なるほど。トラックの荷台のところで乗り物酔いをしていたのがクラウドだったのです。しゃあない。クラウドさんは陰キャなわけですからね。世の中は厳しいのです。ソルジャーになる時の面接で、きっとふるいにかけられてしまったに違いないですね。このセフィロスのセリフは、本当に言っていたみたいです。それは、一般兵のクラウドの方を向いて、言っていたようです。
本当かよと思って自分の過去動画を見に行ったら、確かに右側を向いていました。さすがに気づかんわ。さすがセフィロス、しぶとい。一般兵のクラウドに深くを取ったくせに、往生際が悪いですね。往生際が悪い割に、左側を向く余裕はない模様。ザックスもド派手にぶっ飛ばされた割に、まだ息はあったんですね。意外とセフィロスって、火力がないのでは？でもザックスはこの後全く出てこないということはつまり、そういうことなんでしょうね。クラウドさんさ、とどめをさせと言われたのに、手ぶらで行ってどうすんねん。あらま、やっちまいましたなこれは。なぜセフィロスに、声をかけてしまったのか、これがわからない。やったぜ。火事場のクソ力とかいうやつですねこれは。ただここでとどめを刺さなかったのが、悲劇の始まりというわけですな。ニブルヘイムのクラウド、綺麗な星空を思い出したクラウド、中二病だったクラウド、これらのクラウドが重なり、真のクラウドが復活するというわけですね。そこのクソデカクラウドくんは重ならなくていいだろこれ。うごめいてるだけで、何の記憶も思い出してないぞそいつは。まだあかんやんけ。魔法中毒になってからのクラウドと変わってないぞ。これはイケメンですわ。無事クラウドは復活することができたようです。よかったよかった。とはいえこのイベントのせいでクラウド選手が今時の人のような、イキリンケだということが、公にさらされてしまいましたね。ゴリラにいじられまくりそう。いえ、ここはぜひともリメイクでしっかりやっていただきたい。ネットリスキ勝手に30秒くらい。3D 視点で見れるようにするのがベストですね。なんかクラウドの左側に、知らねえ女が立ってないか？あそこにマテリア泥棒がおるぞ、ひっ捕らえとけ。あいつはクラウドを見ているんじゃない、クラウドが持っているマテリアを見ているぞ。いい話だなぁ。いい話だけど、ゴリラとティファ以外の人らは、何を思いながら眺めてたんでしょう。
ザックスが親友、そこは嘘をついてないんだよな。ザックスはソルジャーファーストだけど、一般兵のクラウドと仲がいい親友ってことでいいんだよね。そらジェノバの細胞が埋め込まれてるんだから強いわな。難しい内容やな。私とゴリラがわかるように説明してくれ。はい、初めて知ったわ。そら強いし、ザックスもそう簡単に死なないわけやな。なんか、難しいですね。いまいち理解できません。ソルジャーになるには実技とか筆記試験とかはなくて、ジェノバ細胞を埋め込まれて平然としていられる人はソルジャー、おかしくなる人は黒い物体になるという認識であってますかね。ひねくれインキャ中二病のクラウドくんね。さすがゴリラ、懐が深いわ。せやな、ほぼ 100%、お前のせいやぞ。うん、今何でもするって言ったよね。大体合ってるけどみんなバラバラやんけ。というわけで無事クラウドが息を吹き返したところで、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回は、十字マテリアを探す続きになります。物語もだいぶ終盤になってきてるという実感が出てきました。